まあ、舐められるようなことしたくねえし、つかますんで僕がプロのいじめせたいなとは思いますけど、日頃どんだけぬるい営業してたんかっていうのがもう完全に浮き彫りですよね。何もいいところが見つからなかったな。やっぱバカモンで落ちるのも規模の売れっ子が黒に来る始めてればいい。あ、そうっすね。まあ、そうっすね。この二人が来るのは、レベルの人たちが来るのそうっすね、初めてです。ちょっと僕もどうなるかちょっとわかんないんで、ちょっと怯えてる気持ち。今日あれっすか、ホワイトが来るからって感じ。はい、そうです。気持ち的にはどんな感じですか、ね、歓迎なのか、それが歌舞伎町のやり方やバチバチしてる。え、めっちゃ前者。俺基本的に争うの好きじゃないんです。でも大阪って結構バチバチのイメージあって、前回ダメボスメンバーが大阪行った時にめちゃめちゃ煽られた夢で、なんかそういうの聞くとムカつくやん。でも俺煽るの嫌いやから、まあ一回出方見ようかな。やっぱこうホワイト、やっぱ僕らよりちょっと見せ売りやっぱり高くて、僕らにはないスーパープレイヤーがいるじゃないですか。そこの点でやっぱこう教わりたいなってところもありますし、ただやっぱりこう負けたくはないなってところもあるんで、そういう気持ちですね。はい、じゃあ今日、はい、結構高額を下ろして、あー予定はしてないですけど、周りが上げないのであれば僕が黒いの意地見せたいなって思いますけど。今日、渚かえで、かえで渚、プロデューサーどっちか知らんけど、そう、ランオージーエグゼクティブプレイヤーぐらいの人つかますんで、ね、つかますんで、ね、まだ勝手に乗ってるんですか。そうっす、本当に。え、もしかして、ダメっすか。じゃあ、あ、いやいやいや、ここです。どうですか、ホワイトの形。あー、はい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 、なんかプロに来ましたね。はい、あんま気にしてない感じですか。え、なんすか。気にしてない感じですか。気にしてないっていうか、まあまあまあ別になんか、お、噂をすれば、お疲れ様です。適当にやってってくれみたいな。お願いいたします。お願いします。で、それよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。映像よりも肌綺麗です。自信持った。ただこう冬月のこの直営を一緒に盛り上げていこうっていう意味では仲間であるライバルになるっていう、今の現時点でのクロエのキャストの熱量を確かめる場でもあるかなっていう。今僕がそのプレイヤーとしてというか基本エマにいることが多い中で、じゃあ渚くんだったり南星が来てくれることによって、じゃあクロエの子がじゃあ今日にかける思いだったりとか、そういうところも見てみたいなっていう。まあ、舐められるようなことしたくねえし、なんかそれ、まあ、舐められるテンポであってはいけないなっていう。話しても大丈夫ですか。危ないから。俺どこに座ろう。どっちがいいか。疲れた。
あら、はい、やばい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 、え、どうしようどっち座ってください。あ、いいですか。そんな、え、どっちがいいか。おいおいおい、まあちょっと今初回が多いから、そこのオペレーション外れたらまあ人の手は来るんじゃないかなって感じで。でも出だしめっちゃいいっすね。まあこれほどの忙しい営業に慣れてないんですよ。今日は誰もうなんか指示待ち人間が多すぎる。日頃どんだけぬるい営業してたんかっていうのはもう完全に浮き彫りですよね。この2人で何だかな。でこれ乗したの。はい、あ、乗せ、今もう乗せてますね。パンに乗せたの。すみません、ちょっと過ぎてます。若干過ぎてます。じゃあ、はい、なんか、なんとかしよう、それ冬のカバンが来ますよ。なんかマジで、多すぎる、こういうミスが。今日はいいの取れないっすよ。こちらは必要性のポテサドルロジャーグランドボールで一発いきましょう。あーす、どこどこでさあさあねー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 よっしゃ。これ全体的に見てどうですか。いや、なんか今日絶対忙しいはずなのになんかあのえ、みんなにえ、今日忙しいでしょって言うと、いや、いつも通りっすって言うから、いや、嘘つけよっすそしたら他の子たちは今日マジ忙しいっすえ、でも、え、ここ入ったことありますよね。忙しいっすよね、今日。割と忙しい子だって。なんで割とって。なんでやねん。なんでやねん。めっちゃ酔ってます。めっちゃ酔ってます。ありがとうございます。こんな刺激したくランをしてるステンダーフィーリーシャンパンが出てきました。東京にゲスト出勤した時に来てくれました。嬉しいです。ちょっとね、無理やり煽ったんですけどね、お姫の力ね、こんなもんじゃない僕は思ってるんで、大阪に来た時はね、もっともっと僕にお金を使ってください。よいしょダパンってね、すごい2人が、クロエに、来ていただいてて、その中でね、やっぱこうね、こうシャンパンとかもすごいいっぱい入ってて、改めてこう、すごさを感じるんですけど、けどね、やっぱこう、クロエ、僕らはクロエなんで、で、やっぱね、ホワイトとね、真逆のお店だと思うんですけど、やっぱ、ね、僕はね、ゴソさん好きだし、クロエが好きなんで、食いつけホワイト、たかがね、1日だけの出勤に負けるもんじゃねえぞと。いや、クロエは当たり前に勝つこと僕は思ってるし、ね、今日来てくれてるわけだしね、この場合聞いてると思うんで、ついてきてください。よいしょ。いいやつだ。ドイツのインジェネスを積んでるっすね。内勤の連携ひどいっすね。あーもうあれ本当にね、キモい今日、うん、マジで使えない。逆に内勤減らした方がいいんじゃないですか。あ、減らした方がいいんじゃないですか。あ、絶対いいよ。いや、多分使えないやつがいっぱいいても
多分能力上がってこないなと思って。じゃあ使える内勤外から採用してからいってほしい。いや、いやもうね、避けるしかないっすよ。避けるしかないっすよ。誰に何よ。マジでもうダメだな、俺も全員いらねえや。マジで布のばっかり。営業終わり、ミーティング始めます。お疲れっす。まず、大阪から、ゲスト出勤していただいた、ラン OCTP からどうぞお願いします。あ、僕からです。おはようございます。おはようございます。今日は本当にありがとうございました。僕はね、このお店が正直この広さでこんだけ売り上げを上げてるんだなってすごいびっくりしました。もっともっともっと広いんかなって思ってました。なんかホワイトにねない部分だったりとか、ホワイトがねこうしたらもっといいんじゃないかなっていう勉強になりました。本日はねありがとうございました。はい、続きましてパネルの皆さんプロデューサーです。お願いします。今日一日ちょっと一緒に働かせてもらって、まあまあ正直ちゃんと荒探しをしようと、この店のダメなところを荒探ししようと思って、まあでも僕実際働いてって思ったのが、多分みんな、まあ、プレイヤーの子は分かんないかもしれないけど、完全に裏方の内勤の、まあ、ゆうきさん含めみんなその内勤のおかげだなっていうのが見てて思いました。それを今日ここでやっぱりめちゃくちゃ感じちゃって、まあ、裏方がちゃんとしたらちゃんと店回るんだなみたいな。ただみんなに分かってほしいのは、このお店にいたら当たり前と思うことを実は当たり前じゃないよっていう、まあ、内勤の力はめちゃくちゃすごいっていうのは僕は今日本当に感じました。ありがとうございました。最後に細々とブルーズのことをお願いします。お疲れ様です。お二人とも今日は出勤ありがとうございます。ありがとうございます。で、俺目線の感想としては正直今日の営業は残念な営業だったなっていう風に感じてます。もちろんこう二人は今ありがたい言葉くれてねすごい嬉しいとは思うんだけど、ただ全体的に見た時にこのぬるさで仕事してるんだ今クロエはっていうのも俺は感じたし、正直俺が逆のゲスト出勤の立場であればこの店から持って帰るものは今日なかったなっていう風に感じたかな。いやもうなんだろうな、こう負け癖つきすぎやな全体的に。意の中の蛙というか、このレベルで仕事してるっていう、それはまあこの店で何千万のプレイヤー生まれへんよな、トップ10に入らへんよなっていう、やっぱレベルはやっぱ違うなっていうのは俺は正直本当ね、やっぱ一番取りに行くんだったらこんな営業しちゃダメだよ。なかなかやっぱこういう機会ってないと思うし、吸収できる部分いっぱいあったと思うし、感じた感情もあったと思うから、それを大切にして、明日から仕事していってください。 OK ですか。はい。お疲れ様です。あんまり納得いってないような。いやまあ納得いってないですね。何もいいところが見つからなかったかなって、そんな気持ちですね。二人が来てくれたのはありがたいですよ、やっぱり。新規になります。新規になります。まあでもやっぱこの差があるなって、このレベルが違うなっていうのは感じましたね。彼らに匹敵するほどのカリスマがいないんで、うちの店には。それが答えじゃないですか。そうダメだ、もういい言葉生まれつかないですね本当に今日は。なんか珍しいですね、言葉詰まるほど悔しかった。なんかいや悔しい、まあ悔しいもそうなんですけど恥ずかしい、なんか顔潰されるような気分です。お疲れ様でした。はあ。
ごそたん TV をいつも見てもらってる皆さん、僕から、皆さんに報告があります。あの店に来なくなって、今後動画で取り上げることはなくなりました。1日でいなくなっちゃったんで、まあ、嬉しい報告というか、ごそたん TV に出ました。なのでそちらも興味がある方はぜひ